どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さて、今回も毎週末メンバー限定で行っているリモートデュエルの様子を動画にしてきましたので、ご覧いただこうと思っております。コロナ禍でもカードゲームを楽しむためにはリモートデュエル最適ですよね。リモート収録につき、画像が見づらい、画質が荒い、音声が聞きづらいなどあるかもしれませんが、ご容赦いただければなと思います。いつも通り仲間とフリー対戦している様子でございます。ルールミスや効果ミスなどあるかもしれませんが、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。観戦しているメンバーがいますので、対戦者以外が喋ることもありますが、ご了承ください。今回の対戦内容は、画面右側龍が使うデッキはファーニマル、画面左側メンバーが使うデッキは幻想です。ソラ VS ユズデュエル、スタンバイ。これよし、いきます。オッケー。じゃあまた独走の第一楽章。はいはい、いいでしょう。これでソナタを消しとか。はい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 。ジムフィールドに幻想モンスターがいる場合、カノンを消しとか。ほうほう、この2体でリンク召喚。ほう。ブルームハーモニストを特殊召喚します。はい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 、はい、モニストの効果で手札を1枚捨てて敵から2体幻想モンスターを特殊召喚。強っ。その効果やっぱ何回見ても強いな。アリアとエレジーを特殊召喚します。アリアエレジー、アリアエレジー、なんか聞いたことあるもんな。アリアエレジーっていう場面、アリアエレジーロックってなんか、うん、なんか聞いたことあるね。アリアエレジーロック、アリアとモンスターですが、自分のフィールドのモンスター効果は差しならず戦闘では破壊されない。キモキモエレジー、このカードがモンスターとの世界、自分のフィールドの特殊召喚された幻想モンスター戦闘では破壊されない。うっざ、どうやって突破すんだよこれどうやって突破すんだよこれどうやって突破すんだよ。待って、どうすんの俺一個やることだったらこのハーモニストをボコボコに殴るって。あ、そういうこと。あ、戦闘で破壊されない、でもサンドバック状態。あ、来た、そういうこと。あ、なるほどね、なるほど、なるほど、龍一だわ、それは。じゃあね、あなたのメインフェーズ終了時ですか。手札の、エッジインプサイズの効果発動。サイズと、ファーニマルペンギンで融合。相手ターンメインフェーズ中融合召喚。現れろ、デストーイ、クルエルホエール。そして、クルエルホエール特殊召喚成功時の効果は発動しても意味がないんで発動しません。で、ファーニマルペンギンの効果発動。融合の素材になった場合、2枚ドロー1枚捨てができるよっていう効果ですね。2枚ドロー、おっと、おっ、いいね。もうライトニングストーンいらない、ライトニングストーンなんていりません。幻想の音のそなたを特殊召喚。なるほどなるほど。あー、そっかそっか、はいはい、ありましたね。エレジーでさらに300アップしてるんで、うんうん、800かな。ハーモニストは1800の盾になってます。1800だけやー。では俺のターン、ドロー、スタンバイフェーズ、メインフェーズまで、とりあえず挨拶、デストイパッチワーク発動、融合とエッジモンスターというのがある、融合とエッジインプチェーンですかね、ここは。チェーンを手札に加えていく。ファーニマルベア効果、手札から墓地を送ってトイポットをセットできるよっていう効果ですね。トイポットをセット。トイポット発動、融合発動、エッジインプチェーンとアーニマルウィング。融合召喚条件は、エッジインプモンスタープラスファーニマル。で、融合召喚デストイクルエルホエル、エッジインプチェーンの効果で、こいつの効果で、デストイカードを持ってくるよっていう。デストイフュージョン持ってくるよ。出た、ファーニマルウィングの効果発動。墓地のこのカードをゲームから除外し、対象墓地のファーニマルベア、このカードをゲームから除外することによって、1枚ドローして、でさらにトイポット送ってもう1枚ドローするっていう効果。ファーニマルベアを除外して1枚ドロードロー、さらにトイポット墓地送って1枚カードをドロ、でトイポット効果発動、ファーニマルがエッジインプシザーを持ってくる。エッジインプシザーを持ってきます。よし、愚かな服装を発動、木から魔法トラップカードをじゃあ墓地送る。もちろん送るのはトイポット。でトイポットが墓地送れた場合の効果発動、ファーニマルがエッジインプシザーを持ってこれる。ファーニマルペンギンを持ってくるぜ。フュージョンリザーブ発動、墓地の融合と融合際に使ったモンスターを1枚ずつ回収する。融合とエッジインプチェーンを回収。ここで融合召喚、召喚条件は融合モンスタープラスファーアニマルまたはエッジインプモンスター1体以上。俺はデストイクルエルホエールとエッジインプチェーン、ファーアニマルペンギン、エッジインプシザーで融合召喚4体合体。現れ出ちゃえ、全てに牙むく魔境の猛獣、デストイサーベルタイガー。
そしてサーベルタイガーが、主要護召喚に成功した場合の効果チェーン1、対象はちなみにデストイクロイルホエルね。このモンスターを墓地から蘇生するよっていう効果、ファーニマルペンギンの効果発動、2枚ドローして1枚捨てるよっていう効果。2枚ドローしてこっちか、1番のチェーン処理でデストイクロイルホエルを特殊召喚、デストイフュージョン発動。デストイフュージョンの効果によって俺は墓地のモンスター、墓地のファデス、モンスターをゲームから除外してデストイ融合モンスターを融合召喚できる、まあ、ミラクルフュージョンみたいなもんだ。召喚条件はエッチインプシザープラスファーニマルモンスター1体以上。エッチインプシザーとファーニマルペンギン融合召喚、デストイシザーウルフ。そしてデストイシザーウルフは融合素材にした融合素材の数だけこのカードは攻撃することができる。あ、やばい。つまりこのカードは3回も攻撃することができる。ちなみに打点は2000しかない。デストイサーベルタイガーの効果で自分のフィールド上の全てのデストイモンスターが400ポイント打点がアップしている。そしてデストイクルエルホエルの効果は、デッキからデストイカードを墓地に送ることによってフィールド上のどれかのデストイの モンスターの攻撃力を、元々の攻撃力の半分だけアップさせることができる、どれでもね。ちなみにこの効果にターン1制限はついていない。バトルフェイス、まずはデストイサーベルタイガー2800でお前のそのリンクモンスターに攻撃。ピロ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 。そしてデストイクルエルホエールでまたリンクモンスターに攻撃。こいつは今、打点が3000。ピロ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 。そしてこっちのデストイクルエルホエールも攻撃。まあ俺も計算してないからわからねえ。まずはデストイシザウルフで攻撃、2400、攻撃力は2400になっている。そしてダメージステップ、デストイクエルホエールの効果発動、対象はデストイシザーウルフチェーン、さらにデストイクエルホエールの効果発動、対象デストイシザーウルフ、こいつの攻撃力を元々の攻撃力分アップさせる。送るのはデストイカードなんでもう何でもいい。もうこれで勝てなかったら俺の負けだ。いけ、もうこんなどうでもいい。デストイシザータイガー。そしてこいつの攻撃力が1000ポイントアップ、今3400。さらにデストイシザータイガー墓地に送ってさらに1000アップ、これで攻撃力は4400、3連打。いけ、まず第1弾デストイシザーウルフでアタック、2600のダメージ。そしてまだこのモンスターは攻撃回数を残している。行け、デストイシザーウルフ第2弾、よっしゃー。よっしゃー。